はい、それでは3月27日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験まで残り7ヶ月、試験日までの計画は立てられていますでしょうか？過去問10年分は8割以上解けるようにしましょう。そのためにも過去問10年分を3回以上は復習する必要があります。できれば8月以降は模試に入って弱点を克服するための期間にした方が良いので、7月末までの4ヶ月で過去問10年分を解く感じで進めていきましょう。もちろん単に解けるようにするだけでは合格できません。しっかり理解すべき部分は理解する必要があります。そのためにもわからない部分はいろいろ調べる必要があります。その時間も考えて計画を立てましょう。では問題に入ります。で、問1ですね。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、 A は無権代理人であった。C がこのことを知っていた場合でも、C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはどうなっているかというと、これ×ですね。無権代理人の相手方、今回で言うと C さんですね。C さんは過失の有無に関わらず、無権代理について善意であれば、つまり A さんが無権代理人だということを知らなかったのであれば、本人の追認のない間は取り消すことができるんですね。知らなかった場合に限って相手方は取り消すことができるんですよ。で、今回の問題では相手方 C は無権代理人であることについて知っているんですよね。したがってこれ取り消すことはできません。したがって誤りです。無権代理行為を取り消す場合、相手方 C っていうのは善意が要件なんで、これしっかり頭に入れておきましょう。では問2ですね。保証協会は社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失った時でも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をそのものに返還する必要はない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。社員、つまり宅建業者ですね。社員が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、原則社員の地位を失った場合返還されます。ただし、社員が取引の相手方に損害、被害を与えて、供託所が還付をした場合、還付に相当する額を保証協会に、この宅建業者っていうのは支払わなければいけません。それを支払わない場合、保証協会は弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができます。これはもう当たり前ですよね。保証協会がお金を立て替えて払っているので、社員からお金をもらえるまでは納付してもらった分担金は返さないよっていうことなんです。個別指導では保証協会を理解する上で重要なことを動画でお伝えしています。基本的な考え方が理解できれば本試験で得点できます。なのでしっかり基本的な考え方を頭に入れましょう。で、問3ですね。用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上、及び衛生上、支障のないものについては、建蔽率の制限は適用されない。丸か×かという問題です。これ答えは×です。今回のようなこの規定ってないんですね。ルールはありません。結論から言ったらもうそれで終わりなんですね。ちょっと似たような内容で言うと、公園とか広場、道路、川などのうちにある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、及び衛生上、支障がないと認めて、許可したものについては、建蔽率の制限は適用されません。特定行政庁が許可してるんだから、これは建蔽率の制限はなくてもいいよと、考えなくてもいいよっていうことなんですね。で、この問題についてはわからないかもしれませんが、そのまま覚えていただいて大丈夫です。で、特定行政庁っていうのは市長とか知事とか、そういったイメージで問題ございません。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。